あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって思えたの。結果から言うと、私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。かっはっはっは、そいつはいい、面白い。ああ、だってそうだろう。上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく、個々の実力においても。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏とし探しに行っちまったが、ロメオ、ついてかなくてよかったのか？もし天狼島が見つかってもみんな生きてるかわからねえんだろ。そんなことねえって、信じなきゃよ。そこは7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。おお前ら、大きくなったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。
とか借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せる当てが思い当たらん。奴らの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。くそ、手の打ちようがねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。おお、そうね。まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ、あ、ちょっと家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。you
鍵が開かない。あ、張り紙だ。なになに？7年分の家賃を払うまで入れません。荒野より。でも、フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルズも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよナイチュー。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買おう。なんだってよく探したのか。うん、隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルシー、さっきの話なしな。別にいいけど。ギルドも私たちも一文なしですね。早く依頼を達成して食費だけでも稼ぎましょう。そうね。行くかな。よし、ここだ。依頼書によるとここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。はいさー。ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。気をつけていきましょう。
バスター、カリーの絶景。なかなかやるでしょ。ありがとう、助かったよ。あえっと、安心したら痛みが。怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を使えるのか。ところでオタクラはどこのギルドなんだ。フェアリーテイルだ。フェアリーテイル、聞いたことないな。新しいギルドなのか。フィオーレで知らない人はいないギルドだったのに。さて次は、さすがだ。やるじゃん。よし、これで初仕事は完了ね。ウェンディ、お疲れ様。お役に立てたようでよかったです。また誘ってください。早くお家に戻れるといいわね、ルーシー。あ、家賃のこと忘れてた。これじゃ全然足りないよ。次行こうぜ次。仕事こなしてりゃギルドも家賃もなんとかなるって。
そうだ。密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ、横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったか。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。頑張ってね。さてと、行き先は。よいしょっと。よいしょっと。よし。何？ん？
依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。ただそれだけのことだ。あいつらもう二度とやらないと言っておきながら、また密輸に手を出すとはな。悪いやつなんでしょ？もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな、わかるまで付き合ってやればいい。ここにしましょう。行き先は、行き先は、よいしょっと。よし。ありがとう。どこ行くかな。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん？なあ、思いっきりやってやれ。あの時の誓いを思い出させてやるんだ。さあ、行くわよ。ルーシー・キリオット。アイスメイク、アイスメイク。楽勝だぜ。そこまでだ、観念しろ。お前はグレイ、7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた。懲りたんじゃなかったか。それはお前が死んだと思って。はあ？それがどう関係すんだよ。まさか俺がいないから好き勝手できるって。違う、そうじゃないんだ。捕まった後足を洗って農家を始めたんだよ。事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告しに行こうとしたが、私たちが天狼島で消えて目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて金が尽きて。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのかよ。こいつらはお前の家族なんだろ。なら守ってやれよ。悪の道に導くなどマスター失格だ。グレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけどよ。
ってきたぞ。さすがだ。調子いいね。逮捕されちゃったね。もう悪いことはやめてくれるかな。大丈夫だろう。あいつらは悪い人間じゃない。うん、そうだね。私もそう思う。これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。何かあったら呼んでくれ。ごめんなさい。え？よし。